いやー、参った参った。4連敗はー。あー、マジでさ、横浜さんさ、もう中日銀行フル活用しすぎやろ。まあ、まずはね、もうとりあえず明日一つ取り立てに行くから、もう覚悟してなさいよ。はい、じゃあね、今日の試合振り返っていきますか。まあね、ライマルさんで負けたなら仕方ないとはいえ、今日みたいな試合はね、もう絶対勝たないかんよね。投手戦に持ち込んでさ、で、新之助君がね、あんな最高のピッチングをしてくれたにもかかわらず、ね、もうこれだもんね。いや、もちろんね、試合を決めた牧選手も素晴らしいんだけど、その前にね、チャンス潰しすぎでしょう。いや、バント失敗したのはね、新之助君も反省しないかんと思うけど、まあ、でもね、あれだけチャンス潰して、で、リズム悪い中でね、8回無失点はもう立派すぎるでしょう。いや、本当にね、ナイスピッチングでした。打てない中でね、リュック君がセーフティーで出塁したり、で、あと滝野君がね、しぶとく結果出したりとか、まあ、もちろんね、いい部分もあるんだけど、やっぱりね、チャンスで1本っていうのがね、もう最大の課題ですよね。あと、ちょっとね、ミッツさんはね、お疲れ気味ですかね。滝野君がね、いい感じなんで、リュウク君をショートに戻して、で、セカンド滝野君っていうのもありなんじゃないかなと思いました。それからレビーラさん、いや、2安打っていう結果もね、もちろん良かったんだけど、何よりね、もう早出で守備練習っていうこの姿勢がね、もう本当に最高ですよね。昨日はなんかベンチの裏で泣いてたっていうような報道もありましたけど、いや、もうそのね、悔しいっていう気持ちがこう原動力になってね、成長していくと思うので、はい、もうそういう意味でもね、本当に楽しみな選手です。まあ、もちろんね、そんなにすぐ上手くなることはないかもしれないですけど、まあ、今度ね、大野さんが投げる試合とかでもう勝負を決める一打とかね、打ってくれたらもう最高じゃないですか。大野さんがね、大喜びして、もうベンチでこう出迎える2人のシーンなんて見たらね、もう泣いちゃいそうですけどね。まあ、そんなわけでね、はい、これからも応援していきましょう。はい、まあ4連敗ですか。仕方ないね。私が止めてこようじゃありませんか。個人的にもね、横浜に対してはホーム開幕戦と、で、あとハマスタ遠征行った時、連敗してるんでね、もう何が何でも明日は勝ちます。先発はヒロト君とロメロさんですね。はい、もう今日みたいなね、ロースコアゲームになりそうな予感もしますが、もうヒロト君までね、見殺しにしたらもう知らんからね。もうやけ酒して、もう暴れるから、私。まあ、それは嘘ですけど、はい、もうしっかりね、点取って援護してあげてください。ってなわけでね、はい、絶対勝つぞー。はい、それでは今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。解散。いやー、参った参った。4連敗はー。あー、もうマジで横浜さんさ、もう中日銀行フル活用しすぎでしょ。 はい、ではな。